かつて、日本の江戸時代の後期、幕末が迫る1850年頃。場所は東京都の小石川区にある古刹、江戸小石川伝通院の一角で物語は始まります。その寺院で修行に励んでいたのは、まだ二十歳を少し超えたばかりの若き僧でした。彼の名前は雪道といい、その志は高く。 僧侶としての規範を体現するものでありたいと心から願っていました。ある日、寺院に気まぐれなネズミが乱入しました。そのネズミは彼の修行を妨げ、彼の静寂を乱しました。苛立ちと挫折感に駆られ、雪道はネズミを追い詰め、ついには右手で握りつぶし、その命を絶ってしまいました。 ネズミは死ぬ間際、彼の指に深く噛みついたのです。傷は癒えるものの、その傷から生じた痛みは時間が経っても消えませんでした。特に毎晩、七つの時になると痛みは増すのです。雪道はその痛みに苦しみながらも、それが自分の過ちから生じたものと受け入れ、悔い改める日々を送っていました。 数十年後の1870年、江戸も明治に移り変わり、その若き僧、雪道もすっかり老僧となっていました。しかし、右手の指の古傷は、毎晩七つの時になると未だに痛み出すのです。ある暑い初夏の日、老僧の雪道は若き僧たちに自分の過去を打ち明け、人と他の生き物との関わりの重さ、 命を奪うことの重大さを語りました。その晩、七つの時が近づくと、雪道の指がいつものように痛み始めました。しかし、今夜は違いました。若き僧たちが雪道の周りを囲み、一緒に手を合わせ、無数の命への敬意と、あのネズミへの謝罪の言葉を捧げ始めたのです。痛みは次第に薄れ、 とうとう消えていきました。それはまるで、ネズミがその怨念を解き放ち、僧の謝罪を受け入れたかのようでした。雪道は感激し、涙を流しながら若き僧たちに感謝の言葉を述べました。命を奪うことは、未来を奪うこと。今日の出来事を忘れず、あらゆる命に敬意を払うようにと。